はい、こんにちは。ブラステックカナダの丸七です。今日はですね、こちらベストブラスさんから出てます e サックスっていうサックスの防音グッズですね。こちらを試してみたいと思います。アルトサックスとテナーサイズの2種類が出てまして、で今回僕はテナーを吹いてるのでテナーサックスでやってみたいと思います。まず楽器のケースみたいにしてこうガチャンガチャンついてるんですよ。これ外していただくとこうパッカーンします。しました。で、これここに楽器を固定するこうアームみたいなのがついてる、セットでついてくるんですけど、別の箱に入ってたりするので自分のサックスのサイズとか位置に合わせてここを調整します。一旦ちょっと抜いてみますね。よいしょ。こうレゴみたいな感じになってます。でこれをこうギュッと差し込むと、あら不思議、ついちゃいました。でここにサックスをはめます。ぴったりですね。ちなみにこれはすごい、このさっきのレゴ刺した場所によってこう楽器のサイズごとにもここのフィッティング変わると思うので、自由に調整できるようになっているので、あらゆる楽器で使用することができると思います。でこのまま閉じます。こんなサウナありましたよね。で反対側もチン、はい、チン。今は動画の撮影なのでしないですが、実はここに機械がついてまして、これイヤホンとかヘッドホンを挿すと、なんとイヤホンとヘッドホンから中の音聞けちゃうっていうシステムになってます。まずそれだけじゃなくて iPod とかから音楽をここに入れて、実際にその音楽聴きながら自分の音も聴ける、そういう練習もできるので、なんとすごい時代になりましたねという話ですね。でこれが本当にサックスの防音器具でいうと唯一の商品になります。はい、こんなルックスをしています。では次いよいよ音を出してみたいと思うんですけど、まず最初に楽器本体だけの音と比較してやってみたいと思います。まず楽器本体だけで聞くとこんな感じですね。これを中に入れるとどうなるでしょう。これここ見ていただいたら分かるんですけど、サックスみたいにこう引っ掛けるところあるので、まあ、ストラップとか使ってぶら下げて吹くのがいいと思います。こんな感じですね。なんかポケモンにこんなのいそうですね。さあいきます。3、2、1。かなり小さくなりました。かなり小さくなりました。体感としてどれくらいですか、カメラマンさん。 50% ぐらい。半分くらいになりましたか。でこれ結構さっきよりも大きめの音量で吹いてるので、実際に多分どれくらいですかね、70% オフくらいになっている感覚はあると思います。本当に本当に
こんな音演奏でも出さないだろうってくらい大きい音で吹くと、ってくらいですね。なのでお部屋の中では他の人に聞こえても隣の家には聞こえない、そんな感じのイメージで持っていただけたらいいなと思います。これがサックス、唯一の防音器具、Eサックスでございました。